国の五個十六国時代に、漢族の長期によって建てられた国。領州は、全漢時代に、部位軍が設置され、五漢時代には、馬頭、馬長夫氏が現れて、中央政権から非常に自立性が強い地域であった。またこの州は交通、交易上の要衝で、さらに、牧地、農耕地として肥沃な地域であった。全領の始祖の長期は、 全漢の高祖流邦の遠石である長を張耳の末裔と伝わり、長氏一族は歴代にわたり、高級官僚を排出し、長期自身も精神に仕えて、少書老、三期上時大使どめりなどを務めた。その精神が八王の乱を起こし、特にその乱が、激しさを増すと中央にいることの危険を悟り、301年1月に森京皇位、領収志士氏となって、 領州に赴任し、ト目像に駐屯した。当時の領州は、戦費の反乱や盗賊が横行し、さらに、旗州などから八王の乱のために、大量の流民が避難してくるなど、良好な条件を備えているとは言い難かったが、長期は、それなりの兵力を率いて赴任しており、領州の反乱を平定して、社会の安定に努め、305年には、 戦費の輪から抜けの王を討伐した。こうして、長期は領収支配を確立させた。ただし、長期は王を名乗らず、あくまで精神の進化としての立場を貫いた。314年5月に、長期が死ぬとこの長誠が後を継いで、精神から領収死し、森京行位に任命された。 蝶誠もまた進むの進化としての立場を貫き、316年4月の栄華の乱に際しては、長安が前朝に攻撃されると援軍を送った。この時に、進出より、西平公に除されている。精神が前朝により滅亡し、芝栄が闘神を伏壁させると、蝶誠は、芝栄に定位に即位するように進める死者を港難に派遣し、闘神に侵入した。 しかしその一方では、闘神の新言語の対抗を使わず、精神の言語の研究を使い続けた。その後、加藤で、前朝が勢力を拡大するとこれと対立するようになる。320年6月には、劉広氏が宗教反乱を起こし全領国内は、騒然となるが、蝶誠は、この反乱を鎮圧して、劉広氏を殺したが、自らも、 劉広氏の信者で部下の縁渡るにより暗殺された。その後は弟の蝶茂が次、闘身も承認した。この頃になると前蝶は、長安二遷としており、前、蝶の皇帝劉陽は、漢中を平定して、東の後、蝶と争おうとしていた。前両は前、蝶と、当然ながら衝突することになり、 322年2月に、龍陽が天水を拠点とするチンヤスと争う歓撃をついて、老生に進出して、さらに、南安も支配下に置いた。龍陽は、チ安を滅ぼすと、323年7月に28万の大軍を持って、全領へ侵攻し、長茂は攻撃を避けるために降伏し、前蝶に侵入した。蝶修は前蝶より、両王。 領州木に封じられた。長茂は324年5月に病死し、その後を、おいの長春が継いだ。長春は闘神から、領州木、西平公に封じられ、前蝶からは、領州木、両王に封じられるなど、闘神と前、蝶の両族関係にあった。326年から327年にかけては、前、蝶と衝突し、 329年に後朝が前朝を滅ぼす感激をついて前朝領を切り取ったが、このため老生を境にして後、朝と接するようになったので、330年に後、朝に服属した。一方で、朝春は南の生肝との交流を盛んにし、生肝にも服属している。後朝は、朝春に官職を授けようとしたが、これを拒否した。さらに記事、 全然といった、再生諸国を下して支配下に置き、全量の再生期を作った。346年5月に、長春は死去した。長春の死後、次男の長茂雄かが後を継いだ。大代わりに際して東神は、慣例通りに、長茂雄かを領収牧に任命しているが、後長は、何の処遇もしておらず、逆に同年の大代,代わりを聞くや後。 蝶の一虎は、全領併合を目論み、朝明を総大将とした軍を進攻させた。347年に五朝軍は、大火や金城を奪い、黄河を越えて、目像に迫ったが、全領軍は撃退した。翌年に再び十二万の軍で攻めてきた朝明を射、もぐさに命じて打ち破った。この勝利に満身した、蝶茂鹿は政治に興味を失い、 残限を信用して、シャモグサを地方へと左遷した。また後、あと超滅亡後に勢力を拡大してきた、全身の府県を討とうとしたが大敗した。353年11月に、蝶茂魁が死去し、子で10歳の蝶明霊が後を継いだ。幼い蝶明霊の貢献として、叔父の長祖が政治を見るようになるが、12月には、 超わかる霊を殺して、良好を称し、さらに354年1月に皇帝を戦勝した。長祖は社モグサが、長祖を警戒するようにと以前上奏していたことを、危険視して、これを殺害し、また自分に還元するものを殺し、農民には告白で恨みを買った。長祖は、一族の川州志氏の長によって家族まとめて、殺害され、長により、 蝶明る霊の異母帝である、蝶元霊が擁立される。朝は、王号を、帝号を廃して、西平港に戻し、年号をも、精神の研究に戻して、闘神に再度服属した。しかし朝は、先権を振るい、さらには反乱鎮圧の功績を盾に散脱を、企てるが、359年5月に、北国将軍総根、早期氏兄弟によって殺され、 総兄弟も361年9月に、蝶高志鈴に滅ぼされた。そして363年7月に、叔父の蝶高志鈴により、蝶元蓮は殺害され、蝶高志鈴が即位する。全量皇室で内紛が続いた結果、その支配力は動揺し、老生や西平では相次いで反乱が起こった。この反乱は、蝶により平定されたが、このような混乱を見た。 前身の不正は全量に圧力を加え356年2月に服属した。その後も前身の府県による統一事業で全量は公害等の領土を失い弱体化し、長高志鈴は東進と連携することで前身に挑むの一周され376年5月に前身の幼鳥の軍に攻められ8月に 長高志鈴は降伏し、全領は滅んだ。これにより、全身の河北統一が完成した。長高志鈴は全身により、北部少書から右牧屋に任ぜられるが、翡翠の戦いの中で、闘神へと逃れ、406年に、そこで没した。長高志鈴の生死の頂戴よは全身が滅亡した、後の386年に全領再興を図ったが、 功労に滅ぼされた。全領は、五個十六国時代では75年間という長期に、渡って、政権を保ったが、これは、国力が強かったからというわけではなく、国家体制そのものに理由があったとされる。例えば全領の建国年に関しても301年の、他に318年、345年、354年の諸説がある。これは、 皇室の長子が明確に独立を標榜することがほとんどなく、精神、闘神の進化として、反独立あるいは、属国のような立場にあったためである。全領君主は、国内では、王都に認識され、実際に、長春の時代に王国の制度も整備されて、形式的には他国に服属しながらも、実質的には、独立しているという微妙な国家体制が築かれた。 長祖の時代の354年に皇帝を戦勝して和平という独自の言語を立てもとして百官を設置して完全に自立したがこれはわずか1年で長祖が殺害されるとすべて元に戻されたこれは戦勝してから全領で祭祀が頻発し国内で精神を報じる者闘神を報じる者独立を志向する者などが入り乱れて国論が統一できなかったためであった 361年に、東神の関音の北伐でその誠意が河北に伸びると、全領ではようやく立て京49年を改めて、東神のマス兵を用いている。371年に、東神が、皆安に改元した際、全領はそれに従って改元し、376年の滅亡まで使い続けている。このように元首の称号、元号を見てもわかるように、 全領は354年から355年の1年間を除いては完全独立国とはとても言えない状況にあった。これは、上司の権力基盤である領州の肝人豪族である、馬、打、礼儀つね、う、影、作詞などへの配慮と善領の周辺に前、蝶や跡、長といった子族政権が存在したため精神、闘神との関係を維持せざるを得なかったという一面が、 ある。ただし、調子自体は自立していたつもりもあり、それを弱い形でも標榜する必要があったため、精神の言語を49年間も使い続けたり、等身の改元になかなか従わずに使い続けたというのがそれを示していると言える。健康、精神の貧みどの年号を継続してしよう。和平、マス平、等身の牧定の年号を継続してしよう。 皆安、東神の漢、文帝の年号を滅亡までしよう。AB 三崎、五個十六国、中国史上の民族大移動、P78AB 川本、中国の歴史、中華の崩壊と拡大、維新南北朝、P76ABCDEFG 三崎、五個十六国、中国史上の民族大移動、P79、 abcdefghij みさき、5個16国中国市場の民族大移動、p80 abcdefghij みさき、5個16国中国市場の民族大移動、p81 abcdefgh 岬5個16国中国市場の民族大移動、p82 abcdef 岬さき、5個16国 中国市場の民族大移動、P83AB 河本、中国の歴史、中華の崩壊と拡大、魏新南北朝、P88ABC 岬、5個16国、中国市場の民族大移動、P84AB 河本、中国の歴史、中華の崩壊と拡大、魏新南北朝、P80AB 河本、中国の歴史、中華の崩壊と拡大、 筆神南北朝、P81ABC 岬、五午後16国中国史上の民族大移動、P85。ありがとうございます。